1970年頃の海は多くの海の生き物が生息する美しい世界でした。しかしそれ以降、魚の取りすぎなどが原因で世界の海の生き物たちは半分に減ってしまいました。このまま減り続けていくとどうなるでしょう。どうする、どうするの。このままだとみんながいつも食べてる魚が食べれなくなってしまうかもよ。サンマとかアジとかスルメイカとか、あとみんなが大好きなあの魚とかも。ああどうしようか。選んでください。 MSC 海のエコラベル、持続可能な漁業で取られた水産物の証です。 MSC ラベル選んで未来まで、海の魚を守っていこう。短歌コンテスト開催中です。